みーみーチャンネル始まるよ。いいじゃん、これかわいいじゃん。半ズボン、中はパンツになってる。なんか履いてる。そうなの？みみ、ママこれがいいと思うんだけど。これは？いい、似合う。いいじゃない？うん、今日はまたまた神宮で服を買っていました。だってね、うちね、ハーフでね、5着あるのね。でも、その4着、お姉ちゃんとか言ってこのお下がりなんですよ。1着だけだよ。1着自分で買ったやつ。だからね、今日は買ってきました。それがこちら、袋を買ってみました。袋を買いました。かわいいね。でしょ。うちね、黒っぽいものも好きなんだけど、白とか水色とか明るい系が好きなんだよね。これかわいいよね。最後ね、あ、なんで2個、あ、2個買った？同じの買った。間違ってる。140だけ買おうとしてたんだよ。試着してさ、130か140かチェックした時にさ、返すの忘れてた。そう、130返すの忘れてたね。買っちゃったんだ、間違って。どうすんの？返品しに行かなきゃ。130とかもう着ないしね。うん、私140だもん。あー、また自由行かなきゃね。あそこの自由遠いのに。まあいいや、じゃあそれ綺麗に取っといて。ここのヒヤヒヤとか、ここにちょっとポニョポニョヒヤヒヤがあって、すごくおしゃれなんですよね。あと腕のここが広い。広いっていうね。だからこう気に入ってます。毛だったらね、ここのくにくにのところ、ポケットがいいんだよね。じゃあどっちにしようかな。まずこっちから着替えてみよう。はい、こんな感じです。かわいい。何の顔してんのそれ。はい、ファッションチェーン。今日こっちで行きたい。お、そっちが気に入った？うん、ポイントはここ。このひらひら、ひらひらのがいいと思うんだよね。いいよね、かわいいじゃん。そのひらひらはこれは横だけど、これが縦になってるっていうね。ミーミーのファッションショー、イエーイ。こちら
下の服は790円、めっちゃ安い。ボーダーフリルだからこれだよね、990円。デニムショートパンツこれだね、990円。安い安い。もうね、うちっていう大好き、ママも大好きだよね。うん、安いし可愛い服があるし、いい。そうだよね、うん、その3つの1個とかある。キラ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  GU、 キラキラ GU じゃん。トランプね、うん、じゃあ、うん、790円のやつはどれでしょう。ダメは引かないで、分かったらコメント欄にしてね。そんなのやんの。ぜひぜひ書いてね。ヒントはこれで答えてね。チョキン。今日はじゃあ学校にこれで行きたいと思います。バイバーイ。チャンネル登録してね。行けばグッドボタンも押してもらえると嬉しいです。最初はグッ、じゃんけんパー。バイバーイ。